活躍。83年にはジュニアヘビー級の王者、その後来日大相撲入り、その後1986年2月プロレス界電撃デビュー、アメリカのバンクを転戦し、1987年8月には UWA カナダヘビー級を奪取、日本ではパワーファイタージョン・テンタとして急成長を遂げ、最強タッグ結成リーグ戦では数々の名勝負を残しています。そして89年秋 WWF 入りを果たし、要請を受けカナディアンアースクエイクに改名しているわけであります。東京ドームのレッスルフェストでは北をヒップドロップで下し、まずは WWF のメインイベンターとしてのパワーを誇示しました。アースクエイクジョン・テンタがリング上、東京ドームの大舞台でデビュー。クラッシャーバンバンピガロとのデビュー戦は、巨体同士がぶつかるパワーサポート、新人とは思える戦いの中白星を収め、その年の11月正式に SWS 参戦を発表。このレッスルキャスト in 東京ドームの前哨戦ともいうデビュー、 WWF のレッスルマニア7では天竜とのタッグでデモリションと対決、見事勝ちを収めています。キングオブサンダー竜王北尾浩二がリング上。レッスルドリームイン神戸、今日の第8試合はジョン・テンタ対北尾浩二、45分一本勝負。すでにゴングは打ち鳴らされました。いや、菊池さん、屈辱戦の一言ですね、はい、北尾はね、江戸の敵を長崎ならぬ神戸で打ってやるぞということですよね。東京ドームで実際この両者の第一戦をご覧になった牧さん、感想はいかがですか。あの人面白かったのは、あのアメリカでヒールのですね、テンタが完全にあのベビーフェイスになってですね、あの北の人気を上回ってたというのが面白いんですけど、まあ、この試合あの神戸でどういう反応がお客さんを示すでしょうね。北尾も自分のプライド、そして面目をかけてこの第2戦目に戦いをつないでいます。力比べでちょっと苦しそうな北尾、締め上げるのはジョン・テンタ。この戦いは WWF ルールにのっとって行われます。北尾はデビュー戦から30戦してるんですが、シングルで負けたの昨日で3つ目で、あのドームで3つ目ですからね。3つ目、はい、ビッグバン・ベーダーと天竜と熊戸ですから、ビッグバン・ベーダー天竜は仕方ないと思うんですよ、うん、テンタに負けたのは悔しかったと思うんですよね。ベアハッグ、締めの体勢に行こうというのはジョン・テンタ、こらえているのが北尾浩二。いやー、しかし北尾もですね、我々もその放送の最中に、ライブでお送りしている最中にですね、北尾にその、ま、負けはしたもののインタビューを申し込んでいたんですが、それを完全に無視して東京ドームではもう早々とですね、どっかに消えましたね。迷っていったジョン・テンタ、まあそれだけに本当に外と遮断したかったという感じでしょうね。もう誰の顔も見たくない、何も話したくないということでしょう。今日の北尾の欲が恐ろしいぐらいに頻発しています。おっと、北尾怒った。北尾が放送席のテーブルを投げつけた。北尾が放送席のこのテーブルを投げつけました。この行動に全てが凝縮されていると言っても言い過ぎではありません。登場劇 KY 若松がやや背中越しに並べたという感じ、落ち着けというドン荒川の指示でしょうか。いやー、びっくりしましたね。これは北はもうヒールになってもいい、悪党人気でもいいと腹くくっちゃったんですかね。この辺を牧さんどう分析になりますか。そうですか、あのこういう北はもうナチュラルヒールですからね、根っからこんだけ存在自体でこんだけみんなから憎まれるっていうのは珍しいですからね。もっと徹底的にやった方がいいと思いますね。ジョン・テンタもちょっとこの北尾のラフファイトの片鱗を見たときにやや退いたか、それともやや本人としてはこの北尾をどう今日は対峙しようかというたじろいだ姿も伺えたジョン・テンタ。しかし張り手でこの流れをまた変えていこうということ。テンタも全日本にいるからちょっと気に入らないところありましたけど、あの WWF に入って張る方が全員送りにしたあたりから完全に自信つけてますね。もうテンタとこのハルクホーガンというのは WWF では
ゴール箱のマッチと言ってもいいですもんね、はいはいはい、でテントが悪役ですから悪いことばっかりしてますから北がいくら悪いことしても受けてくれるでしょうから、なるほどね、俺のはもっと悪いことできるよという感じで切ってますからね、まだまだこの両者の睨み合いというのはおそらくヒール同士がぶつかる神戸と言ってもいいかもしれませんね、はい、何か非常にきな臭い雰囲気がします。ちょっと蹴りを見舞っていった人、お前とは本当にまともに戦えないよというようなそういう総理すらい伺います。テントもちょっとヒートアップしている。テントもなんとなくこれあの北尾がその要するにヒールで行くんなら、はい、俺も行くぞという感じですよね、ほら、はい、この動きご注目いただきましょう。レフリーがこれは大変、レフリーが果敢にお互いに正当なファイティングで行ってくれよという感じで中に入ってますが、2人とも先立ってますからね、ちょっとこれはレフリーも危ない状況ですよ。 WWF ルールにのっとって行われる2人ではありますが、おそらくこれはルール無用の6メートル四方のジャングルと言ってもいいかもしれません。北尾のこの表情、テンタの表情、何かが起こる神戸ワールド記念ホール、その一戦を迎えている北尾が睨む。ジョン・テンタ受けて立つ、まだ何も仕掛けない、まだ仕掛けない、どっちが先に仕掛ける、北尾かテンタか、北尾か北尾かテンタか、さあどっちだ、まだ動かない、ゆっくりとその距離を縮めていって握って、サミングという感じですね、はいはいはい、サミング目をつくぞという、目をついてやろうかという、これマキさん意外ですね、そうですね、こんなのアメリカのプレスには見られないような展開ですね。いやーテンタが怒っている、テンタが怒っている、テンタが怒っている、口を開けて、お前がそれならこっちもそれだという、北尾は微動だにしません。北尾の表情をちょっと映していただきましょう。北尾非常に険しい表情をしている。北尾のサミングか、この表情、北尾無然たる表情であります。もうお前の目を潰してもいい、そういう感じすら伺えます。まだお互いに仕掛けません、お互いに威嚇している状況であります。リングのほぼ中央、北尾かテンタか、先に仕掛けるのはナックルを見舞うのは北尾か、受けて立つテンタか、まだ仕掛けない、まだ仕掛けない、お互いに熱いね視線、蹴りだ、蹴りで距離を置こうという、掴んでいこうとするテンタに対して距離で蹴りでまずは相手に入っていこうという北尾、この辺はやっぱり初戦のこの屈辱が教訓となっているという感じもしますね。テンタが北尾の蹴りとはなんか貸したくないだよっていうのジェスチャーを見せてましたしね、北尾やっぱり頭にくるでしょう。さあ北尾はおそらくまともにお前とは戦えない、お前とは全くまともには戦えないという状況。この館内、この場内は一斉にブーイングコール。いやしかし北尾にとってみますとこのブーイングはエネルギーにしてもらいたい、そういう気がします。この神戸のお客様は、あっとレフリーがやられた、海のレフリーが危ない、海のレフリーがいないということはレフリーなしの無法地帯か、ゴングが打ち鳴らされた、ゴングが打ち鳴らされた、海のレフリーへの蹴りを見舞った北尾が反則負けか。Thank you.